が、実はですね、本日こちらに駆けつけてくださいましたのはこの騎士団の皆さんだけではないんです。こちらの方々にもここでご登場いただきましょう。日本史上初となる世界3階級制覇を達成した皆さんご存知、亀田三兄弟の長男、なにわの刀剣亀田光輝さん、そして世界 2階級制覇王者で映画や音楽などマルチな才能を発揮する亀田家次男、なにわの弁慶亀田大輝さんです。どうぞステージの方にお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。ようこそお越しくださいました。改めてご紹介します。亀田光輝さん、そして亀田大輝さんです。早速ですが、原作の漫画はどうでしょう、ご存知でしたかお二人？はい、しますよ、うん、じゃあちょっとさっき皆さんに聞いたんですけど、はい、好きなキャラをお願いします。好きなキャラですか？はい、さっき僕ですか、伊達臣と。あー、かっこいいですね。まあ、同じですね、さっきに言われましたけど。はい、伊達臣とはやっぱかっこいいですね。あ、二人ともそのキャラがお好きなんです。はい、でもやっぱ主人公もやっぱいいですよね。生涯無敗、でも負けないっていうところがかっこいいですよね。なんだか皆さんの雰囲気にも通じるところがありますが、まあ、この皆さんね、非常にこの男塾に対して熱い気持ちをお持ちということで、このパチンコ CR 先駆け男塾が一体どんな騎士なのか、皆様にここでご紹介をさせていただきたいと思います。ではここでまずは映像にご注目ください。どうぞ。ご覧いただきました。ついにこちら皆さんの前に登場するわけなんですが、実はこちらステージの右側に実機をご用意しました。ここで皆さんに実際の台をご覧いただきたいと思います。どうぞ。さあこちらがですね、もう初めて見たという方ばかりだと思いますが、実は本日控室の方で本日のゲストの方々試した方がいらっしゃるそうなんですが、どなたが試されました？あ、翔さんどうでしたか？はい、いや結構衝撃的でしたね。衝撃すごいんですよ。まずね、リーチがね、1回のリーチでね、あの全身の体力の半分ぐらいね奪われるぐらいの、あのものすごい圧なんですよ。そしてあのこの機械自体もすごくね動いて、光もすごいし音もすごいし、ちょっとあのものすごい進化してるんですね、 今のこの、パチンコの機械っていうのは。そうなんですね。あの先ほどの皆さんにもご覧いただきました VTR には、実際にこの筐体の中にも出る映像、どうでしたか？ご自身の映像をこの台の中で見ることはできたんですか？はい、ありがたいことにですね、はい、引きが強くて、あの自分のシーンをいくつか見ることができました。おー、どんな気持ちですか？はい、思ったより高い声だな俺というふうに思ったりしましたけれどもですね、ちょっとですね、このね、こう撮影なんかも結構長い時間をかけて、やりましてですね、初めて取り出したのも結構前なんですよ。自分のですね、こんな演技のシーンあったかなっていうので、ちょっと照れくさかったりするのもございましたけど、そこら辺もぜひ皆様にお楽しみいただければと思ってます。突然の演技も入ってます。はい、おー楽しみです。さあ亀田光輝さん、はい、ご自身の先ほどの映像で見ていただきました、はい、なんかスタジオに入る姿なんかも見えましたが、どうですか自分で見てみて。さっきのまずそのプロモーションビデオですか、うん、あれ、はい、あれを見てるだけでなんかこうブワーってこうなんか鳥肌立ってくるような、なんかすごいなんか燃えてくるね。じゃあ実際なんかめちゃくちゃ楽しそうですね。そうですね、はい、ちょっと早く試してみたいですよね。さっきもちょっと見たんですけどね、はい、この画面の中でまたモニターで見るのと筐体の中で見るのはちょっと違う。そうでしょうね、これをお店でいざ売ってほんで当たったりとかしたらね、もうすごい嬉しいやろうし、すごい興奮するし、うん、もう俺も早く一回パチンコ屋さん行ってちょっと打ちたいなと思ってですね、はい、ちなみに亀田さんどんな演出で出てるんでしょうか？さっき皆さんはなんかね油のお風呂に入ってるような映像が出てましたが、俺は
ほとんど出てないですよ。そうなんですか、はい、どこで出てくるか分からないです。あ、だから頑張って見つけてください。